見れば見るほどです。ありました。むっちゃんからもいただいております。それからこちらでございますけれども、はい、我が子愛する中年 M さんからも、おっぱい枕さんからも、キングボンビーナミちゃんからも、大沢さんからもいただいております。生乳飲み放題さんも、この曲をリクエスト、仮面ライダー龍騎さんからもやはり、バレンタインデーキスリクエスト、はい、はい、いただいております、はい、この曲に乗せてお送りする話題が、うん、はい、バレンティンですやっぱりね、はい、坪井さん、小高さん、こんにちは。東京ヤクルトスワローズのウラジミール・バレンティン選手が昨日の神宮球場でのカープ戦で王貞治さんの55本に並ぶ本塁打席を、本塁打記録を達成し、今日にも56本目かというところまで来ました。そうなると頭が20世紀で止まっている人たちが、王さんの記録を外国人に破らせるなといろんなことをねじ込んでくるでしょうが、そんなざれ事は無視して必然性がある場合を除いて敬遠せず勝負してほしいです。じゃないとプロ野球は見捨てられますよということですね。うん、坪子さんからもいただいております。まあこの王選手ら3人に並びました。こうなったら一気に抜いて記録を伸ばしてほしいですともいう方もちゃんとね、はい、いらっしゃいます。キヨスのまっちゃんからもいただいております。残り22試合、うん、何本出るんでしょうか、記録達成間違いなしですねという。港の知恵さんからも、残り22試合49年ぶりの記録更新に間違いはありません。こうなりますと60本台を目指してほしいですと。なんか知恵さんもこの番組のリスナーらしからぬことを言ってますね。何ですか、はい、こうなりますと60本台を目指してほしい。まあ、22試合だったらそのぐらいでいいんじゃないですか、はい、もう少し知恵さんぐらいの人であればはっきり言ってほしいです。はい、なっちゃんのママさんはその点69本を目指してほしいです。娘誕生日やの、何やっとるのこのお母さん。そう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 、何を言っとるの、はい、チェさん分かりましたか何を指導してるんですか、チェさんに。そんなもん見習わないでよろしい、はい、そうですか、はいはい、自分の顔をかぶった狼さんも一層打つなら69本、ね、うん、狼女王ボボさんから、そうやな、狼をボボいのもおかしいもんな狼女王ボボいうのがあってもよろしいでしょうね。おかしいか、はい、うん、はい、元はロボから来てるんですけど ね、王様や、はいはい、また69本打って大幅に年俸アップさせてほしいですという、この今のこの記録が、はい、あの健康飲料ヤクルトの値上げにつながってるお話が昨日ありましたですね。ないない、そんな、バレンティンに年俸弾まなかんから皆さんちょっと値上げさせてもらいますわそういう話やろか、はいはい、そんなことはない、なことはない、はい、A69 助さんからも、多田さんもおっしゃってましたが、この記念のホームランボールを取るために、うんうん、ヤクルトは球場に係を50人待機させたようですが、実際にホームランボールを拾った人は一般のヤクルト不安だったそうです。この人が後でバレンティン選手にボールを届けに行ったとのことでした。これはニュースでも見ました、はい、ニュースでも見ましたし、ニュース2-3でそのボールとバットが登場してましたね、はい、うんうん、あ、そうですか、うん、で、お、これがそうなんですよって、もう本当にお願いして借りてきたんです、うん、ということでした。で、あの本来ならば、はい、これ記念ボールってものすごく高いらしいです、うん、いくらぐらいになるんですかね、よくほら、はい、なんか変わりましたね、これなんでマイファニーバレンタインですよ、ね、シットベイク、これ坪井さんにこれもあるね言った時に、うん、曲が出なくて外国の人が歌ってるもっさりしたやつって言ったらすぐ分かりましたね。マイファニーバレンタイン、はい、全然バレンタインデーキスとは全然違いますね、はいはい、あんまりこの話題にもふさわしくないもっさり具合ですけど、はい、もっさり具合、はい、はい、そう、めちゃくちゃ高いらしいです。だって鑑定団とかでこういう記念のボールとかバットとかインフォームとかって高いでしょ、うん、高いですよ、うん、それをひょいっとこう渡した人も偉いじゃないですかね。え、私やったらいくら、あんた奥さんやったらどうしかっとるわこの旦那何言っとんねあんたはっていくらで借りてくのて、はい、あんたか、私やった、だからもう絶対私にあんた何言っとるの、何回球場に足運んどると思うねや今まで、それがこの1個ボールで全部チャラになる言うのに、あんたなんでこのもん渡してしまうんやって、はい、怒るかも分かりませんよね、はい、そういう人ではありませんでした。はい、と言って渡しました、うん、渡したおかげで新聞の一面に載ったり、はい、それからね、カブレラ選手と握手ができたりというような、うんうん、ええよ、はい、まあ、不安ですから、これがもう至福の喜びでしょうね。王さんの時のボールとかバッ
あ、その時のどうなってんのやろ、あるんだろうね、はい、まあ、だからこの人も書いてあったようにですね、これをちゃんと取りたいということで係を50人待機させた。50人並べていいか木村頼んだぞというのはなんか50人多いなと思いますが、うんうん、あの球場に50人ばらけたら本当数少ないとスカスカやと思いました。そんなもん、俺とこ来いいう人たちばっかりですからね。50人ではあかんと思うわそれはね、うん、でもいい人が拾ってくれました、はい、ね、うん、というような話もここの合わせてと、うん、ね、あるお話でございます。勝秀樹さんですが、ドラゴンズファンの僕でありますが、これは素晴らしい、すごい記録です。明日以降楽しみです。ただバレンタイン選手がこれだけ頑張ってるのにヤクルトは最下位、うん、ね、そうなんですね。だからバッターのいいところはこういうことですよ。チーム成績あんまり関係なくても俺は打つぞということであればいいんですが、ピッチャーの記録いうのはこれは何勝しましたというのはチームが勝たんとピッチャーの記録いうのは伸びませんから、うん、なかなかね、ピッチャーのがもう一つ大変なところはありますね、まあ、記録いうところでいくと、はい、もう最下位であろうが俺は打つということでね、うん、まあこうやって記録になるわけですがね、やっぱりバレンティン選手が打ったらバレンティン選手と言って監督になってしまいましたね。と混じってましたよ、監督になって、はい、あのベース板投げなきゃバーンとね、はい、さっきからちょっとこちょこっと混じってました。バレンティンです、あ、そう、はい、もうさっきからもうちょこちょこっと混じってました。あ、大変失礼いたしました。うん、やっぱりチームはバレンティン選手が打ったらチームは勝たないかんと思いますけどもね。しかも今のカードは広島戦、ヤクルトが勝ってくれないと広島と中日とのがなかなか縮まらないんですよ。せめて56号が出た時には勝ちましょうよということで、友和さんも69本打ってほしいという書き出しではありますが、まあ、先ほどから王選手をはじめということですが、ローズ、カブレラ、バレンティンというふうに今並びました。上位でいくとね、はい、うん、54本打ってるのがバース、はい、あー、バースはまあ人いつまでたっても人気ありますね、阪神のね、はい、はい、52本というのがですね、お、これも野村克也さんと落合博満さん、はい、あ、これも52本ということでというずっと記録を書いていただいておりますけれどもね、うん、でそのバレンティンが打った球団別でこの人も書いてあります。どこのチームからたくさん打ったのか、はい、一番打ったのは広島、うん、2番目に打ったのが中日、あら、だから DeNA、巨人、阪神と続きますが、何やらこれ、まあ、うっすらとですけども、今のチーム成績になんか似てるような気しますよね、うね、こうやって見ると。なんとなく。うん、はい、バレンティンに打たれるということは、やっぱり下位のチームであり、うん、打たれないということは、ちょっと上位のチームだというふうになんか、やっぱりこう、ぼんやりとこういう相関図が見えてきますよね、はい、きっちりではないですけどもね、うん、田中信さんからいただいておりますが、バレンティンはオランダ領キュラソー島出身で、2000年に大リーグのマリナーズと契約して、2007年にメジャーデビュー、11年からヤクルトに加入いたしまして、1年目から持ち前のパワーを生かして本塁打を量産すると、昨年まで2年連続で本塁打王を獲得。今年は第3回ワールドベースボールクラシックでオランダ代表としてプレーし、4強入りに大きく貢献したと。オランダがなんで強いやろうという、オランダってヨーロッパのあっちの方にあって風車だけ回ってる国かと思うんですけども、はい、風車だけじゃないですけど、まあ、野球がそんな強いイメージはあんまないかな。ないです、うん、でなんかオランダがえらい幅利かしてる、なんでやろうと思ったら、はい、あのカリブ海のところにオランダ領のキュラソー島があるわけです。キュラソー島、はい、はい、あそこの辺はなんかね、カリブのあたりっていっぱい選手、いい選手出てくるじゃないですか、うんうんうん、でだからあそこのオランダ領がそういう風ですから、 あそれでかオランダもベースボールというようなところなるわけだ、うん、あ、そういうことかということですね。ちなみにキュラソー島というのも歴史がいろいろ、最初スペインが見つけたみたいですね。スペイン領であってオランダ領になってということで、その後いろいろナポレオン戦争の時にどっかぐちゃぐちゃになってまたオランダ領に戻りということで、もともといた住民は追い出されてしまい、そして後に、アフリカからまたあの黒人が労働力として連れてこられということで、はい、そして奴隷解放が1800年代に行われてということらしいんですけどもね、歴史もいろいろあります、はい、やっぱりちょっと資料読んでおりましたら、あの奴隷、まあ、話はちょっと横にそれますけども、はい、奴隷解放ということは非常に人権的に、ね、あの素晴らしいことだと思いますが、はい、こと経済からするとこのオランダ領キュラソーといわゆる奴隷社会、奴隷労働力社会というのが一気にそれがなくなった時に経済がガタガタに破綻していくと、うん、
いうことですね。だから奴隷なんか解放するなという勢力もいてもおかしくないです。そういうふうにね、はい、歴史的にはなるわけです、うん、というようなこと、まあ、しかしそういう小難しいことよりもあのオレンジキュラソーとかいう美味しいお酒を、はい、僕らはそのキュラソーもそうなんですか、はい、実はでもそれはオランダ産なんですよ。オレンジキュラソーってみかんじゃないの？よく言ってくれました。オランダ領、ごめんなさい、キュラソー島で作ったみかんの皮で醸造してオランダ本国で作ってるお酒です。オランダオレンジキュラソー、まあ、そういうことですオランダのお酒です。でもキュラソー島のオレンジを使っていると。じゃあオレンジキュラソーのオレンジはオランダとオレンジが両方意味としてはあるの？オレンジあのそれはないと思いますないの、はい、どうなんだろう。オランダキュラソーといってもなんか両方言い当ててるような気がします。今までも当たらずとも遠からずなわけなの。そういうことですね、はいはい、でバレンティンあの、WBC のオランダ代表ということで、ねはいはいね、キュラソー島の出身だね。そういうことだからオランダがあのワールドボールクラシック、クラシックでなんか幅を利かしてるな、はい、あの辺の選手をぐっと束ねたりしているわけなんですね。野茂のホークさんからもいただいております。ホームランを打った次の打席でフォアボールでしたが広島ファンからもブーイングが出たようです。勝負してほしいですよねということです。カリアのトラックおじさんからもアメリカで鈴木一郎が敬遠されなく記録をされているのであるからヤクルトのバレンティンも敬遠しなくて堂々と戦ってほしいと思いますと、はい、ED さん、バースは敬遠されまくって相手チームのキャッチャーから謝られたそうです。バースがちょっと記録が低かったですねと、数字だけ見るとそうですが内容的に見るともう敬遠敬遠また敬遠で、相手チームのキャッチャーが謝ったくらいですね、記録を作らせるなっていう動きがあったのかな、記録を伸ばすなということですよね伸ばせでもいいじゃんそれだったら別にどっちでもいいじゃん、はい、そういうことやな、はい、ちょっと未熟な、はい、まあでもほらスーつけるにはね伸ばすね、あどっちでもいけるか、いけるもね、伸ばす、ねはい、否定の名が語尾につきますと文法的な話をしてます。バレンティンどうなるでしょうね、はい、さらにということでしょうか。海を見ていたボボさんからも今日もう2回目ですねこの番組でこれが出てくるのねこの方バレンティンってアジャコングに似てませんか？そう思って皆さん見てください。絶対次から見るとアジャコングに見えてきます不思議なもんです、はいはい、なんか黒いの描きましょうか顔に本当やな、はい、はい、その他あね、キウママさんも王さんの時代あの飛ぶボール使ってたらもう少し伸びたかもなとかね、あ条件がまたちょっと違ったりはするかな、どうですかね、まあ、他の条件もいろいろあるでしょうし、はい、ね、記録は記録としてやっぱりその時代時代に頑張ってるというところで見ていかんといかんかな。おくるみボーイさん見ててもやっぱりパワー違いますね。ワギナケンイチさんからもいただいております。次の一本打たれた投手はずっと映像を流され続けて嫌やろうな果たして誰やろうそれでも小松さんの話それでもいいとって言ってますよね、うん、それでもいいぞ、なんかこう歴史に残る残るというそこの場に立ち会ったということ、相手ピッチャーとしてでも、はい、かえってここまで打たれたら光栄ですというような気持ちになるし、記録に残るということがやっぱりね、はい、野球選手にとっても大事なことだと思いますがね。ブドウやピンリンさん、ちなみにドラゴンズは昨日の阪神戦に3対2で勝って CS、クライマックスシリーズ進出に望みを残しましたというようなことやら、いろいろご紹介いたしました。